オープニング撮っちゃう。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日すごい方々が来てますけど、はい、今日はスペシャルゲストです。何やるんですか今日は。私今日は腕相撲大会です。ね、盛り上がってください。盛り上がるよ。ギゴリですね、みんな。もうバチバチのトレーニングしとる子たちばっかりですけど、まあ、未知数です。腕相撲はトーナメント戦ではなくて総当たり戦みたいな感じで大将とか決めて順番に当たっていこうかなって、はい、足場班チームと坂本チーム、チーム坂本で絶望しちゃう。やばすぎる。筋トレのあれと違うっすもんね。もちろんそれ。じゃあ、作戦会議で、大将とか先方とか全部決めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。先方誰が行くかですね。俺は弱いですかね。他のことが切り組んだったら、うん、もうちょっと変えていくのもありだよね。一番コーダーで弱い。そんな弱いっすか。俺は弱いですかね。他のことで。で、他じゃあ、ケンタロ君だけ俺。一番弱いやつしてよ。一番弱いやつ。もう出ちゃってる。じゃあ、こっちも最弱出すわ。最弱を決定戦。すみません、でも6番手がひょっとしたら、僕じゃなくて、変わるかもしれないです。もっと強い人来るんですか。ちょっと秘密兵器。秘密兵器。爆弾を。はい、ちょっと交互期待でお願いします。はい。決まりました。行きましょう。先方から。チーム坂本一番手。社長の同級生涼介くんです。おなじみです。涼介さん。足場班の一番。一番強いです。最初から。逆、一番強いです。お願いします。全然強いです。お願いします、一番強い。あ、勝った。それ、メンタルです。勝ったことある。自分のこだわりは勝った。一人ずつ一票に聞きたいですね。あ、そうですね。懸念の勘太くんやっつけますよ。腕もかどうか。やっぱり。いただきます。なんか囲碁打つみたいだね。右手だよね。右手でいいよね。はい、右で。腕の高さ合わせな感じで。腕の高さ。腕の高さがさ高いと有利なもんで。まっすぐね。今力抜いてる。やりたいでしょ。力抜いてね。いいですか。先行戦始めます。先行戦。力抜いて。レディーゴー。ダメ。続いて2番手。やばいやばいやばい。マジ行くマジ。行くぞ。これ。よし。意気込みをお願いします。行ったね。いやもう勝ち行きます。勝ち行きます。あれ多分トレーニングより筋肉なんだ。勝てますか。腕がすごいですね。ちょっといいですか、してもらって。うわ。よし、くのくん、まず一勝取ろうかじゃん。そうですね。ね。おとり負けんな。勝ったわ。これで弱かったら今勝ったでしょ。やばい。腕の高さがあ、やばい。熱い熱い熱い。まずこれちょっと弱気になったら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 頑張れよ。頑張れよ。今力抜いていきます。レディーゴー。おーやー。おーやいきますか。じゃあ、はい、
じゃあ、ひろこれちょっと希望見えてきたんじゃない？でかいよ、でかいよ、あと全科です、勝てる。でも半分くらいしかないぞ、体は絶対化します。ひろだから半分くらいしかないぞ、変態は来たぞ、変態が。ひろだけボディビル、新人を取ってるので、おお、すげえ、絶対勝てんや、いい。交渉してください、交渉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 、いただきますけど、あ、胸の長さが違うんで、ちょっとこう、うん、これぐらいかな。で、力抜いてくださいね、ここは。いきますよ、ゴー！やった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 、2勝1敗っすか、2勝1敗、2勝1敗っすね。次4番で、うちが、うちがいきますんで、ここで見せるが俺のエンゼル。意気込みお願いします。ちょっと、1人来たので、あ、2人来たので、ちょっと呼んでいきます。意気込みお願いします。ちょっと余裕できたんで、思いっきりやりたいと思います。意気込みっすか。正直今後がなくてノーメンタルなんですけど。だけど、だけどここで盛り上げるのはメンタル。噛んだからもうダメ、噛んだからもうダメ。だから相手騒いでますよ。あーもうノーメンタル。潰します、楽勝っすか。多分勝てる。逆に負けたら面白いかもしれないですね。2勝2敗勝負に合うよね。負けるんだよ。これ YouTube なんで。あれこっちの大将だね。こっちの大将来たよ。隠し玉を連れてきましたんで。僕の代わりに大将出てくれますんで。よろしくお願いします。じゃあうちの4番で。うち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 強いよ。おたけ。おたけ。こちらなんかこれ、じゃあいいっすか、いいっすよ、この幅ね、さっきは負けんのよ、肘を置く幅、一緒ぐらい余らせた状態で、身長がちょっと違うで、痛い、タケ君の方がちょっとそうかな。力、力入れていかんよ、はい、ちょっと近くよ、なんか準備いっかね、いきますよ、これやばいっすね、レディーゴー。これここで3秒ホールされたらもう負けなんだよ。あ、でも強かった。秒殺じゃないですか。よし、あ、次俺。じゃあ5番手、この時点で3勝1敗なんで、まあ、勝ち越しですね。まあ勝ち越しですね。まあでもあと全部勝っちゃおうかな。どうせ本気で本気出しちゃおうかな俺。で2回登場大したちょっとねえなって。レッテル貼っちゃおうかな。じゃあ意気込みお願いします。あ、おめえ強そうだな、俺はワクワクすっぞ。悟空。社長の同級生、16歳からの友達です。よろしくお願いします。はい、余裕。勝てないわけで、若さは同じ、若さ欲しいと思うからせる。よし、この辺脱いで、俺これ50キロある。やっちゃいますよ。すごい。ごっついな。本当に。関係ないんでね。関係ないんでね。ショック。強えよ。まあ力こう入っとるでね。力抜いて。いい。力入っとるよ。力入っとるよ。力入っとるよ。はい、抜いて抜いて。喋ることできないですよね。レディーゴー。怖い怖い。まだまだ。強っ。やばいじゃん。強っ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 
机ぶっ壊れたな。わかんないですよ。アクシデント。アクシデントが。もうこれできねえ。しかも社長の家から持っていて。ただこっちの方がいいかもしれんね。角でいきますか。うん、角でもうやるしかないかもしれん。じゃあもう最後の僕の隠しでも今日連れてきちゃいました、ね。坂本さんより強いんですか。あの強い強い僕を倒せる逸材です。やばいですね。さあ、どっちが強いか。最強対象。ごついな。マジお願いしますね。そういうことダメじゃない。ボリューム結構強いです。そうだ。二人とも負けたことがないらしいので。二人とも負けたことないですね。これ楽しみ。ここまで対決。そうだね。まだいっぱい。トレーニングしとる人としてない人かしらしよう向こう足場毎日や一応鉄持ってますけど関係ないですか関係ないですか繰り返そうです何年働いてると思ってここで負けたらないですよじゃあ行きましょうかいや、しゅです時間面白そうこれどうやっていいリュウジ君大丈夫そうそこ持つよりもここ持った方がいいかもしれないいける緊張してきた今上下感じる肩の高さはいいもんで、うん、こっからだよいい大丈夫いきますよどっちも見せてきた俺もドキドキしてた頑張れ頑張れでも喋るの忘れちゃうっすね力入っとるねやりにくいなレディーゴーうおー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 おあーすごい作戦失敗しましたねすごいいやめちゃめちゃ強いまあ僕出ちゃいましょうかねこれ誰が出るんですかでも俺勝ったっすもんね怪我するね怪我するねだったらさここでやってさ力使ってからじゃないとああ、ね、そういうことね。疲れてるじゃん。そうだね。じゃあ俺塗り替え全員抜きするわ。下から下から。ああ下から。それはいい。いいよ。先方から来や。怖い怖い。じゃあ監督さん。じゃあ一個目今度その腕もぎ取ってくれ。お願いします。誰かできます？怖い。レフリーできます？おーおー
結構疲れてくる。おお。一緒で取れてる。いきます。はい。いいですか。はい、で行こう。粘れ。ショー。ショー。粘れ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 。負けたんで僕がリベンジ戦うわ楽しみ。とりあえず佐野さんのステロイドチェックしますね。ステロイドチェックしますギリセよっしゃ塗り替え道場全員抜きいっちゃおうかな。おっ、リュウジさん余裕さん肩回すか。リュウジ勝てよ。勝つよ。よっしゃ緊張してきたみたいな。3秒見つめ合ってからいきますね。見つめ合ってそんなルール押し切るルール。3秒見つめ合ってください。いいとこ持ってったね最後。一番レフリーの人が良かったですけどね。僕いつも勝ったことないんで。今度はあのまっちゃんが大会出るの。そうですね、ベストボディジャパンに。名古屋大会に今試験に入って。今回あのみんな大会に出る子なので、ぜひよかったら皆さん見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。じゃあ、まあ今日はこういう対決になりましたが、次回も坂本軍団対塗り替え道場対決待ってます。何かいいコメントください。お願いします。また見てね。ありがとうございます。また見てね。ごめんなさい。